大丈夫ですよ。私が全部教えますから。俺があたふたしていると、彼女が俺の手を取って優しく微笑む。その微笑みがあまりに綺麗で、俺は場所も忘れて彼女に見とれてしまった。俺の名前は松下純平。大学2年生の普通の男だ。大学に入学し1年間は、それなりの大学ライフをそれなりに送っていたんだが、今年に入り念願の彼女をゲットした。彼女の名前は七瀬。ちょっと釣り目の気の強めな女性なんだけど、何でもはっきりものを言う。その姿がかっこよくて、俺が惚れちゃったんだ。サークルも彼女に近づきたいからって一緒のところに入り、1年間なんとか接点を作り、ようやくといった感じ。奥手な俺からすればかなり頑張った方だよ。だから彼女と付き合えて嬉しかったし、俺はすごく幸せだった。この幸せはずっと続くと思っていたんだ。毎日彼女のそばにいられることが俺の人生を明るくしてくれた。だけどその幸せはある日突然崩れることになる。それは、俺が七瀬と付き合い始めて半年後、ハーフ記念日ってことで、俺は彼女に旅行をプレゼントしたんだ。俺にとっての初めての彼女だし、すごく真剣に悩みながら、文字通り俺の人生をかけたような、そんな旅行にした。この旅行を成功させて、彼女にプロポーズするつもりだったんだ。卒業したら一緒になろうって。だから気合も入ったし、ものすごく準備もした。約束の時間の1時間前には着くように家を出たし、快晴で旅行日和。これは絶対に成功する。そう確信しながら横断歩道を渡った、その時。ドン。目の前を歩いていた女性が突如真横に吹っ飛んでいった。鈍い音がして、女性が道路に倒れて、エンジン音が去っていくのが聞こえる。え？俺は横断歩道で呆然となった。俺は目の前で女性がバイクと接触し、ひき逃げされたことに気づくのに数秒かかったんだ。それくらい、あまりに突然のことだった。大丈夫ですか？通行人は俺しかいない。朝早い時間でそもそも人通りが少ないんだ。女性はぐったりしていて意識がない。出血はないみたいだけど頭を打ったのが見えた。それに体を強く打ちつけているだろうし、早く救急車を呼ばないと。俺は焦りながら急いで救急車に連絡。事故の現場を俺しか見ていなかったことから、事故の状況などを救急隊に話す必要があり、俺はそのまま救急車へ同行した。このまま、この女性が目を覚まさなかったらどうしよう。そんな不安でいっぱいで、目の前の命が助かることだけを必死で考えていたんだ。だから、七瀬への連絡を忘れてしまっていた。いや、忘れていたというより、連絡する隙がなかったと言うべきか。彼女が病院に搬送される間に、俺は状況を説明。その後、彼女は処置室に運ばれたが、すぐに警察が事故の状況を聞いてきたんだ。ナンバーを見たかとか、バイクの車種を覚えてないかとかね。そうして質問攻めを食らい、ようやく落ち着いた時は、すでに昼食時間も過ぎた15時。待ち合わせは9時。6時間も過ぎてしまっていた。ここでようやく携帯を見ることができた俺だけど、七瀬からは大量の不在着信が。俺が急いで折り返しの電話を入れようとしたが、着信拒否されているのか通じない。怒るのは無理もない。旅行をすっぽかされた挙句、連絡も通じなかったんだから。でも俺は人命救助をしていたんだ。だから、七瀬もわかってくれるはず。そう思っていたのに、
俺が大学で七瀬に話しかけようとしたら、挨拶の代わりにビンタが飛んできたよ。この最低男、信じらんない。待ってくれ七瀬、これには事情が。事情ですって？旅行をすっぽかして彼女を何時間も待たせる奴の事情なんて知らないわよ。連絡一つもよこさないで信じらんない。私にこんな恥かかせて。もう知らない、大嫌いよ。顔も見たくない。七瀬は心底俺を憎むように睨むと、そう怒鳴り散らして去っていった。後から分かったことだが、七瀬はこの旅行をすごく楽しみにしていて、友人たちにも話していたそうだ。でも旅行当日、俺がいつまで経っても現れず、友人たちに俺の行き先を聞いたが、俺の行方はわからない。恋人にデートを忘れられた。これが七瀬のプライドを大きく傷つけたんだ。俺は正直、話くらい聞いてくれよとは思ったさ。でも七瀬の気持ちになって考えてみたら、そんなことは言えない。七瀬のプライドの高さは俺も知っているし、そのケアをできなかったのは俺のせいだ。七瀬は泣いていたし、すごく悲しい思いもしたはずだ。彼氏なのにそんな思いをさせるなんて。それからも俺は何度か七瀬に話しかけようとしたが、避けられたり友人に阻まれたりして、結局俺たちは破局したんだ。どうやら噂で、俺が七瀬のデートをすっぽかして他の女と遊んでいたとか、七瀬とは遊びの付き合いだったとか、いろんな憶測が流れていて、七瀬はそういう噂になるのも嫌だったみたい。もう私に関わらないで。そう冷たく言われた時はすごく悲しかったよ。でもそれ以上に七瀬が辛そうで何も言えなかった。こうして俺の初めての恋は終わりを迎えたんだ。正直すごくへこんだよ。でもだからって事故で怪我をした人を放っておくわけにはいかないからね。あの人は助かったんだろうか。助かってくれていないと後味が悪いけど、すぐに運んでもらえたし大丈夫のはず。そんなことを思いながら俺は大学に行く。次の日も、また次の日も。そうして俺は事故のことを忘れるようになった。事故現場だって通学路とは違うから、めったやたらに通らないしね。だから事故の一年後にその道を通った時、ようやく見つけた。そう声をかけられた時は驚いたさ。え？あの、一年前、ここでバイクの事故があって、そこで怪我をした女性を助けた男性を探していたんです。あなたですよね？女性はすごい勢いで俺に話しかけてきた。俺は俺で一瞬、何のことだ？と事故を思い出すのに必死になったが、女性の顔を見てだんだん思い出してきた。だって、この人、あの事故に遭った人に顔が似ているんだ。もしかして、あの時事故に遭っていた人のお知り合いですか？そうです。ああ、よかった。あなたの特徴を娘から伺っていて、いきなり失礼なことをしてしまい申し訳ありません。女性は岡田さんという気品あふれるご婦人で、娘さんのゆいさんを助けてくれた人をずっと探していたそうだ。学生さんのように見えたそうで、通学路で利用しているのかと思ったのですが、なかなか見つからず焦っていました。そうだったんですね。すみません、普段はここを通らなくて。ようやくお会いできました。もしよろしければお礼をさせていただきたく、一度娘に会っていただけませんか？どうやら本人確認をしたいらしい。俺は正直迷ったが、暇をしているし、助けた女性が元気かどうかを知りたくて、岡田さんに同行することにした。それに、万が一にも人違いだったら嫌だしね。というわけで、俺はタクシーで岡田さんの家に行ってみたが、これまたすごい豪邸だった。しかも、日本家屋っていうより、
お城みたいだ。日本の建物じゃない感じ。珍しいなぁなんて思って見ていたら、岡田さんから旦那さんが商社のお偉いさんらしく、仕事のご縁で家を建ててこうなったと聞かされた。それにしても大豪邸だ。こんな家のお嬢様と知らずに助けていたなんて。なんか、すごいことしちゃったな。まあ、誰であっても助けるんだけどね。俺は場違いなくらい普通の服で豪邸に入った。するとすぐに若い女性が出迎えてくれる。あ、この人だ。俺が助けたのは。お母さんありがとう。この方で間違いないよ。そう言ってゆいさんは俺にお辞儀をしてくれた。見た感じ俺と歳は近いみたいだ。意識がないと思っていたんだけど、どうやら俺が声をかけた一瞬だけ意識があって、俺の顔や服装の感じ、声を覚えていたらしい。すごいですね。あんな一瞬で覚えられるなんて。え？記憶力の悪い俺からすればすごいことで、とっさにそんな言葉が口から漏れた。だって、あの一瞬にだぞ。しかも、それを一年も忘れてないなんて、すごすぎる。俺はまるで神業を見たような興奮を覚えて少しテンションが上がってしまった。で、我に返って、自分でも気持ち悪いなぁと感じ、ごほんと咳払いをして落ち着きを取り戻す。すみません。あまりにすごいので、つい。気持ち悪くないんですか？こら、ゆい！俺の言葉にゆいさんもぽつりと言葉をこぼしたが、すぐに母親の岡田さんに制されて、すみません。何でもありません。助けてくださり、ありがとうございました。そう言って、再度お辞儀をしてくれる。岡田さんもつられて頭を下げ、主人は何分忙しく、本来ならば家族でお礼をしないといけないのですが、忙しい人で、取り急ぎでもよろしければ、一緒にお食事でも。いや、お礼をされるようなことは何も。いいえ、させてほしいんです。あなたはゆいの命の恩人。母として娘を助けてくれた方に恩を返さないのは恥でございますから。岡田さんはそう言って、まっすぐに俺を見るものだから、俺は恥ずかしくなって、その申し出を受けることにした。の、だが、連れて来られたのが、超高級レストラン。高層ビルのうんと高いところに店を構えるステーキハウスだ。おいおい、こんなところ一般の大学生が来れる場所じゃない。ドレスコードだって知らないし、テーブルマナーなんてもってのほかだ。いろんな意味で帰りたくなったが、一応スーツを貸してもらったし、受けたお礼を断るのは無礼千万。ものすごく固くなりながら、俺はステーキハウスに岡田さん親子と共に入店。岡田さん、ゆいさん、俺の順番でカウンターに座り、素人の俺から見ても高そうな肉が鉄板でいい音を立てながら焼かれていくのを眺める。ゆいさんは、と言うと、その光景を見ながらリラックスして過ごしている。道中の会話でゆいさんが俺の一つ下、大学一年生ってことは聞いた。聞いたが、この場所においては俺より先輩だ。早速出された数切れしかない高級肉。それを食べるのでさえ俺は一苦労。ナイフとフォークはどれを使えばいいんだ。もはやそのレベルでパニック状態。それを見たゆいさんが、テーブルマナーなんてやっていかないと覚えませんよね。なんて言いながら俺の手を取った。大丈夫ですよ。私が全部教えますから。ゆいさんはまだあどけない笑顔を俺に向けて、俺が悩んでいたどのフォークとナイフを使えばいいかを的確に教えてくれた。こんなところでテーブルマナー講座をする羽目になるなんて思わず、こんなところでなんだかごめんね、と不甲斐なさに俺は思わず謝ってしまった。
そんな俺に彼女は笑いながら、私がお礼をしたいのに、謝られたらお礼になりません。なんて楽しそうに言うんだ。その笑顔があまりに眩しくて、俺は一瞬で彼女に心を奪われた。運命だと思ったさ。それくらいの衝撃を受けたんだ。この人と一緒になりたい。その気持ちが食事をするという短時間の間に膨れ上がり、気づいたら帰り際に俺は彼女に連絡先を聞いていた。あの、友人からでいいので、今後も会ってもらえませんか？最後にそう付け加えて、すると、ゆいさんの顔がみるみるうちにこわばっていき、岡田さんは何かを察したのか。ゆい、松下さんには話してもいいんじゃない？ほら、さっきだって。でも。ゆいさんはうつむきながら視線を俺に向けた。その目は不安そうな、どこか寂しそうに見えて、俺は、そんな彼女の瞳を見つめ返す。不謹慎だけど、そんな彼女の瞳が綺麗に見えて目を離せなかったんだ。ゆいさんはゆいさんで、俺がまっすぐに見つめてくるから、意を決したように顔を上げ、私に好意を向けてくれるのは嬉しいです。でも、私の秘密を知った後でも、同じことが言えますか？秘密？ここではなんなので、一旦家に招待します。彼女はそう言って、俺をまた家に招き入れてくれた。岡田さんは気を利かせてか、高級そうな紅茶を入れ、キッチンへと姿を消す。二人きりになって、俺はドキドキしながらゆいさんの話を待った。松下さん、さっき私、聞きましたよね。気持ち悪くないのかって。言ってましたね。私、一般の人より記憶力が高いんです。一度見たものは8割くらい覚えてしまいます。だから、どんな些細なことでも忘れられないし、うっかり見てしまった秘密も覚えてしまう。彼女は、うつむきながら俺にこう話してくれた。ゆいさんは稀にいる特殊な能力を持った人らしい。特に記憶力が異常と言えるほど能力が高く、そのせいで気味悪がられたり、対人関係でトラブルが絶えなかった模様。学校でも私に秘密を知られたら忘れてもらえないって言われて避けられちゃいました。知るつもりがなくても、目に入ったものは覚えてしまうから、例えば職員室で別のクラスの回答用紙なんか見てしまったら大変で。ゆいさんはそうしたことがあったから、できるだけ記憶力が優れていることを隠していたらしいが、そもそも一般の人がどの程度忘れるかなんてことを他人が知れるはずもなく、会話をするたびにボロが出て結局バレたらしい。通行人の顔なんかもすぐに覚えちゃうので、会ったことありますよねって言っても、向こうは忘れているから気持ち悪がられるんです。あ、それであんな質問をしたのか。確かに意識を失う一瞬、それも朦朧としていた中で見た俺の顔を一年も忘れてなかったし、人によっては気持ち悪がられるかも。でも俺は、嬉しいけどな。え？だって好きな人にずっと覚えててもらえるんだよ。俺ならすごく嬉しいよ。ちょっと重い発言だけど。俺がそう苦笑いを浮かべると、ゆいさんは驚いたように目を丸くさせ、そして嬉しそうに笑ってみせた。何それ、重すぎ。その瞬間の笑顔は、年相応の子供らしいもので、俺も思わずつられて笑った。それから俺たちは順調に交際を始めたんだ。俺は大学4年で現在就活中。大豪邸に住むゆいに苦労はさせたくないって思いが強くて、いろいろ頑張ったが
一筋縄ではいかないのが人生だ。お見送り通知をたくさんもらいすぎて、しょげにしょげまくっていたら、いつもゆいに励まされたよ。大丈夫。順平なら、いいところに就職できるよ。そう、かな。将来、私を養ってくれるんでしょ？しっかりしなさい。と、こんな感じで、尻を叩かれながら、俺はがむしゃらに大手企業に応募しまくった。そして、なんとかある企業の面接に受かったんだ。これには、俺もユイも抱きしめ合って喜んださ。おめでとう！どこの会社なの？山川商事っていう商社だよ。え？途端にユイが驚いたような顔をした。あれ？どうしたんだろう。山川商事って、私のお父さんが働いてる会社だよ。え？そういえば、ユイのお父さんは商社で働いているって言ってたし、面接官に岡田さんって人がいたのは覚えている。やたらに俺に質問を投げかけてきた面接官が、まさかユイのお父さん。いや、まさか、そんな偶然あるか？俺はまだ一度もユイのお父さんには会ってないし、ユイにお付き合いしている人がいるのは話しているそうだが、初対面が面接なんて、そんなことがあるはずが、なんて思ったけど、実際あるんだよな。奇跡に思えるような偶然って。ユイさんとお付き合いしている、順平と言います。俺が面接に受かってから数日後、かねてより予定していたユイのお父さんへの挨拶で、俺はその面接官と再会したわけで、向こうもすごく驚いていたよ。こんな偶然あるんだってね。娘を助けてくれた恩人が、まさか会社に入社するとは。知らなかったとはいえ、すごい偶然だ。そして、ユイを助けてくれたこと。本当にありがとう。礼を言うのが遅くなり申し訳ない。いや、そんな、ずっと海外に出張に行かれてましたし、帰ってもすぐ面接官を追って、忙しい中、こちらこそお時間をいただき、ありがとうございます。礼儀正しくていい子だ。娘をよろしく頼む。だが、仕事は別だぞ。ユイのお父さん、いや、お父さんは、そう言って笑う。俺もそれは分かっているし、ひいきなんてされたくない。がむしゃらに働いて、絶対にユイを幸せにするぞ。なんて言っていたのが、今から30年前か。俺もユイも、すっかり50代の立派な大人になり、今じゃ子供は3人。全員大学を出て、それぞれ家庭を持ち、孫にまで恵まれた。まあ、この30年大変だったさ。結婚や子育てはもちろんだが、俺はお父さんの後を継いで役職に。ユイは持ち前の記憶力を生かし、数学の研究に没頭。たくさんの博士号を取った後は、自分のように才能で苦しんでいる子供たちを助けたいと、NPO 法人を設立したんだ。俺たちの生活は、常に子供たちと触れ合いながら共に支えていく日々だったな。まあ、その子供たちが巣立った今は、夫婦二人でのんびり過ごしているけど。順平、どうしたの？俺が縁側に座りながら、のんびりと昔のことを思い出していると、ユイがお茶を俺に差し出しながら微笑んでくれる。いや、幸せだなーって。いきなり何？ただそう思っただけさ。そう。俺は幸せ者だ。大好きな人と、こうしてしわくちゃになるまでずっと一緒にいられるんだから。彼女の記憶に残り続けられる権利を得て、幸せじゃない奴なんていないだろう。これからもずっと、ユイと一緒に年を食っていきたい。そう思いながら、俺はお茶をすすったのだった。
いかがだったでしょうか。チャンネル登録をしていただくことで制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。